ビーナスです。こちら1965年に、10の協同組合が集まって設立された、1万ヘクタールのブドウ畑を要する、大手のワイナリーです。古いブドウの木を多く、栽培しているワイナリーでして、およそボバ、こちらの、ウティエル・レケーナという原産地古生のメインの固有品種というボバルという品種、そちらを中心に栽培していますが、およそその 70% 以上が40年から50年という樹齢を超える、そのような古いブドウの木を使っています。大手のワイナリーだけありまして、樽の貯蔵庫も3500平米と広く、非常にワインの、レンジも幅広いものがございます。ぜひ皆さんお気に入りの一本を見つけてお試しいただければと思います。